滝の上駅は北海道夕張市滝の上にある北海道旅客鉄道赤昌線の駅である。駅番号は K18、電報略号は右辺。1976年の夕張線の滝の上駅と周囲750メートル範囲。右が夕張方面。左下は夕張川で設備上の川床や紅葉の美しさで知られる。ダムは 北端滝の上水力発電所用に作られたもので、大正13年12月30日に竣工した。駅は中線を間に挟む、千鳥状にずれた相対式ホーム2面2線と、駅裏に、ストックヤードと貨物積み下ろし線、駅舎横の夕張り側に、貨物ホームと引き込み線を有している。駅裏のストックヤードには、まだたくさんの木材が望みされており、積み下ろし線には、 無害者が停車している。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成駅付近の千鳥の淵の上流にあることからこの名称となったとされている。短式ホームと島式ホームの計2面3線の地上駅。1番線は下り本線、2番線は上り本線、3番線は上下副本線である。 石章線の他の停車場と同様、分岐器はすべてスノーシェルターで覆っている。ホームの移動は、新徳型に設置された、古線橋を使う。新遊馬利益管理の無人駅である。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。滝の上の集落がある。ありがとうございます。